下を選挙権を放棄できる中国人が訪れれば、与那国議会は中国の議会と全く等しい状況になります。また日本の自然が豊かな、緑が豊かな、さまざまな地方がございますが、現在そこには多くの外国人が入り込んでいまして、同等に多数の人口を占めるに至っております。もしこのような同等で選挙権を行使できる外国人の方が多数占めるようになれば、その同等の議会がその外国の意向によって左右されることは大いにあり得ることなのでございます。それより日本の自然や安全保障を保全化しかけない、この外国の安全権法案に対して私どもは